さあ今日のお邪魔し木曜日はオープンしたばかりの素敵な雑貨と絶品のランチが楽しめるカフェに、女性に大人気のおしゃれな酒屋さん、そして今週も地元で大人気のアップルパイが登場します。今日のお邪魔地はですね、文字に行ってまいりました。やっぱこうちょっと昔ながらの雰囲気がまだ残ってるんですね。素晴らしいところでした。どうぞ。さあ、福岡の最北端に位置するこの町、文字。さくらちゃん、まずはこれ食べてくださいっていうのないですか。うちのパンに来たら。まあ、あんパンですね。あんパンからいきますか。粒のプロあんですね。おいしそう。うまい。ちっちゃいけどすごいパワーありますね。ありがとうございます。一個一個手をかけて丁寧に作ってるっていうの分かる。これ小豆食べても。小豆今旬ですからね。すごい今一番風味が強い時期です。そしてですね、お母さんも大好きだというドライトマトとオリーブのパンもいただきました。美味しそう。チーズがとろけ出てるから。これは確かにハードっちゃハード。硬い。わあ。ちょっとはいはい、どうぞ。おいしいですね。いける、うん、おいしいでしょ。まだわかんない。あ、うまい、ね、これ噛めば噛むほど味が出てくる。おい、うん、しいです。おいしいなかなか娘のこと作ったパンこんだけ褒めないですよね。うん、なんかね、物はちっちゃいんだけどこのパンは破壊力あるね。なんとかね。美味しいパンを堪能したところで、最後に文字でのおすすめの場所を聞きました。お酒屋さんに見えない、もう雑貨屋さんのようなお酒屋さんがあるんですよ。文字はそういうとこばっかりですね、なんかね。うん、名前なんていうとこ？田村本店さんです。おすすめは、はい、今うちのパンのスタッフたちの間で毎朝飲んでるゆずみつドリンク。ちなみにドリンクっていうのがドレッシングって見えるんですけど、うん、パッと見さあ、ということで娘さんがおすすめする酒屋さん田村本店に向かってみました。199号線からですね、一本入ってきました。この角を右に曲がったところで看板に書いてありましたね。ここだ。田村本店。わ、おしゃれだなこれ。なんか酒屋なんですけど、酒屋の雰囲気じゃないって言ってたから間違いないですね。ここですね。ちょっといろいろ OK をいただいてきます。さあ、いきなり行ったんですがね、ここで OK をいただきました。ありがとうございます。ということで、お邪魔したのはですね、国道199号線から少し入ったところにあります田村本店です。女性が多いんですか、ここは。女性率高いです。え、仕事中でしょ。でも出勤これ仕事です。仕事では来たんですけどね、うん、どういうこと。お店で出す、はい、会社で出す、うん、なるほど。美味しいお酒を出ししたくて。え、じゃあもう田村さんのところにお願いしたら間違いないんだ。間違いないです、ね、いいお酒が入る、はい、絶対間違いない。差し支えなければちなみに何関係のお仕事。ホテルです。あ、プロチのプロじゃないですか。ちょっとでここで実際飲んでもらって。ここで、うん、飲んでどれがいいですかって飲んでもらって。確かに飲んだ残骸がありますね、今ここに死因の跡が、うん、こんな店内にはですね、なんと900種類を超えるお酒を取り揃えてあるんですね。業界関係者からも信頼されているお店なんです。なんかおすすめあったら、もうここにしかないようなやつとか。北九州さんの、お？これ？あ、北九州のお米で作ったメイドイン北九州のお酒です。名前が北九の秋。北九の秋、はい、これイラスト何が書いてあるんですか。北九州の風物詩全部入れてあるんだ。秋の風物詩を紹介してる。へえ、はい、面白い。これも酒。それも酒。すごい。果物屋さんみたいですね、これ。かわいい。みかんとリンゴのお酒。何ですかこれ種類は。リキュールです、ね、リキュール。梅酒みたいなもんで、リンゴのお酒とみかんのお酒ってパッケージになってる。それっぽい。これはもらったら嬉しいですね。ちょっとね、ボトルがちょうどリンゴの大きさ。そうです。みかんの大きさになってるんだ。ノンアルコールもあるって言ってたんですけど、あ、これか。本当だ。ゆず蜂蜜ドレッシングっぽいですね。でもよく見てください、ドリンクです。これのこと言ってたんだ。これゆずと蜂蜜だけですね、確か原料が。
ごいアルコール入ってない。入ってないです。これにハマってるって言ってたんですよ。これ5倍から7倍こう希釈して飲むタイプなんで、うん、ソーダ割りとかにも使いますね。さあ早速ですね、見せていただいた商品試飲させていただきました。まずはね、やっぱこの北九の秋、北九の秋これからちょっと行きますかね。はい、はい、すいません、こんなにいいんですか。これテイスティングの域を超えてますよね。あ、柔らかい。柔らかいですよね。口当たりがすごく柔らかい。ずっと入ってって残るこの芳醇な米の香りがするわ。美味しい。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。飲み屋じゃないですよ。飲み屋じゃないですけどね。お客さん、いつもあのどうぞどうぞ。これ見てこれ。見て見て、お酒なんですよこれ。果物みたい。そうそうそう、リンゴとみかん。これは初めて。女子好きでしょこういうパッケージ。惹かれる。飲みましょう。じゃあみんなでちょっと、ちなみに今日はみんなあれ車じゃない、大丈夫ですか。車です。歩き車で、車オッケー。じゃあ2人だけ飲みましょう。はい、お姉さんにもお姉さんにもいいのがありますから。じゃあまずはみかんからいただいてみますか。はい、いける。乾杯。ごめんね、ちょっとお酒にいただきます。うわすごいみかん、うん、美味しい。やばいなこれ女子、うん、ジュースみたい。やばい飲みすぎるねこれ。わ美味しい。 100% のジュースみたい。あ、ほんとみかんの味が濃い。これジュースって言われても絶対飲まないと思う。あ、美味しい。ちょっとリンゴもじゃあ飲んでしますかね。うわリンゴの甘酸っぱい香りがする。アルコールが入ってるのに入ってないかのようなこの柔らかい飲み口。ジュースだと後口も甘くてなんか嫌な感じになるけど、うんうん、お酒だからかもしれないけどさっぱり、うん、甘いけどさっぱり。ほんとするね。お待たせしました。ぜひですねおすすめなのが柚子蜂蜜、パッと見ドレッシングに見えるでしょ。ドリンクなんです。乾杯。うわうまい。あの柚子がきつくないね。柑橘系のいい香りがするね。ホットがいいかも今からの時間。ねえ、体が温まって。フランセさん、はい、ほとんどの商品が試飲できるんですよ。わ嬉しいですね。嬉しいですよね。ぜひ相談してみてください。はい、でラッピングもですねこうやってたくさんあるっていうのも嬉しいでしょ。かわいい。最後に皆さんにおすすめの場所聞いてみました。スイーツリー、スイーツ、スイーツにもスイーツ近く文字でスイーツといえばひなたっていうところが。何が美味しいんですかそこは。絶対アップルパイ、うん、絶対アップルパイ。絶対アップルパイ。そう、食べたことある人アップルパイ、はい、え、ほんと。すげえ、どうしようこれ。あげますよ。有名なんですかそんな。うん、よく聞きますね。またアップルパイか。なんだろうねこれ。さあということで今週のアップルパイを求めて皆さんがおすすめするスイーツ店ひなたへと向かいました。これだ、洋菓子工房ひなた。ちょっと聞いてきますね。